見渡す限り海ですね。着きましたよ。エルカチャンネル。はい、エルカチャンネルのショーです。キリトリです。やってきましたよ。どこですかここは。俺が前から行きたいって言ってた、はい、島原城にやってきました。ただですね、島原城ただいま工事中でございます。中には入れるんで問題なく見学ができます、はい、でですね、入り口のところ武将隊の皆々さんがいらっしゃいましたんで、今からですね声をかけて写真撮影でもできたらなと思っています、うん、で時間が今11時20分なんですけど、11時から演舞とか書いてあったんですけど、どうだったんでしょうね、よくわかんない。写真が一緒に撮ってもらえるんだったらそれはそれで OK かなと。島原城もだけど周りもちょっと見学していきたいと思います。エルちゃん、どうですか。僕も初めて来たんですけど。エルちゃん、お父さんアイスが食べたいです。マジで熱くなってきた。お父さんアイスあった？はい、あ、これ有名なんですよ、そうめんアイス。はい、もうそういく？いや、ソフトクリームでいい。あ、お父さんありがとう。気が利くじゃん。あ、ね、お父さん、お父さんじゃねえよ。ちょっとさ、今お城見てきましたけど、外は工事中で隠れ、足場で隠れちゃってますけど、当時の歴史とかに触れたじゃないですか。どうですか。よかったんじゃないかな。教科書でないと思ったし。エルちゃん、一番上すごかったね。今頃写真がこう刺されてるはずなんだけど、キリトさんのおちゃらけぶりがちょっと出てますからね。ただ汚れたかな。嘘です。さあ、余裕持って帰りのフェリーを取ったんですよ。あと残り2時間待ちです。島原の名物。あ、昼飯いいね。さらば島原城。バイバイ。エルちゃん、何が悲しくて島原まで来たのにですよ。お店見つけるなって迷った挙句イオンなんだよ。まあいいさ、イオンでも、うん、なんかあるだろう、うん、島原さんのなんとかとかあるじゃないか。何が悲しくて、阿蘇牛乳仕立てのマンゴークロワッサンを俺は買ってるんだよ。それ熊本でも十分買えます。なんで俺はこれを買っちゃったわけよ。他あったろ。
弁当とかでなんか買ったんすか、島原の。なんかあったよ、一個。島原さんの鳥のなんとかってあったんだけど、なんか暑いし、食欲出なかったんだよ。だからパンにしちゃうんだよ。まあね、まあいいや、食べましょう。はい、エルちゃん、はあ、座りましたけど、帰り寝るパターンですか、ね、もうやべっすか、マジっすか、ね、今財布預けときましょうか、俺どこにあると車だか、あ、ほんと、もう寝る、早く寝て寝ないさ、じゃあもうちょっとしたら出発なんで、おやすみなさい、エルちゃん。あー、帰ってきた、帰ってきたよ。どうだったですか、今日は。楽しかったよ。ま、今、んーの長さ、長さ、いや、きつさと楽しさ、どっちが上かなって思ったら、若干楽しかった。なるほどね。今回は極端に歩いて回るってことはなかった、だからよかったんだけど、あとは島原城が外壁の工事でしてたから骨組みみたいになってて、ちょっと寂しかったかな。まあでも楽しかったかな。多分これでね、車の移動じゃなくて歩きばっかりだったら違ったかなって。最後に一ついいですか。今日いろいろカメラだったりスマホだったりで撮影してるんですけど、ボツにならないようになってて。ということで、今回の動画はここまでです。次回も見てください。俺たちにかかってこい。